はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は、感情についてお話したいと思います。まずこの情動という言葉ですね。本能的な感情です。快、不快、恐怖、不安、これは大脳辺縁系というところが、司っています。大脳辺縁系というのは、これは爬虫類に共通した要素で、本能というふうに言ってもいいかもしれません。で、この大脳辺縁系が視床下部、そして自律神経というふうにつながっておりますので、この大脳辺縁系の部分が、例えばストレスをものすごく感じているとか、我慢してしすぎていると、自律神経失調症、ちょっと下手しますとね、うつっぽい症状になっていきます。で、この情動と言われるところは、この大脳辺縁系が司っておりますので、これはやっぱりですね、そこにちょっとメモ書きしたんですが、情動発散ということで、やはり人間この本能、爬虫類もそうですけども、そういったものがありますので、好きなことをして発散するというね、そういうことが大事じゃないでしょうか。あまりストイックに何でもね、押し込んでいますと、どうしても自律神経、そして軽くね、不安症になって、そこで収まればいいですが、そこから今度は、うつ病になっちゃうこともね、あるようですからね。ちょっとだから人間の形を見ると、あんまりストイックすぎるのはお勧めしないということになっていきます。ちなみにキャノンっていう方はね、闘争とか、逃げる闘争の本能、これも大脳辺縁系の扁桃核から視床下部に行って交感神経が行くと、こういったね、システムを見つけたということで知られています。はい、ということで、ストイックすぎるのは気をつけましょうという話でした。ではまたアップいたします。